シボレーのブレイザーの放置車両だね。なかなかかっこいいけどね、この、なんていうかな、このボンネットのこのね、デザインといいね。なんか張り紙されてるかな。メッキのホイールといいね。すごいいい感じだけどね。シボレーのブレイザー。張り紙っていうか、ただの広告か、これは。このホイールもなかなか価値あると思うけどな。265の50の20インチ。一応ロックナットはかまされてるね。盗まれないようにね。これ捨てていくよりも、こうホイールとか処分して、売った方が多分、得だったような気もするけどね。どう、20インチの大変な。張り紙というか、ただの広告だね。シボレートレイルブレイザー LTZ。マフラーも変わってるね。マフラーはこれなんだろう。マフラーは変わってそうだけど、ちょっと銘柄は出てこんね。タイヤも溝たっぷりあるね、これ。すごい。すごいいい車だけどね。なんでこんなところに捨てられてんのかは、よくわからんけど。トレイルブレザー。キュイコはちょっと荒らされてる感じね。これ中に鍵がある感じか。アメ車だとこういう感じなのかもしれんね。昔の国産車のようなね、鍵が中にある感じね。左ハンドルと本革のシートから、まあ、豪華な内装だよね。すごい豪華な内装。トレイルブレイザー放置車両ね。うん、結構いい車だね。